丹波篠山にやってきております。この昔ながらの町並みだったり、情緒あふれる城下町の雰囲気がね、ここには残っていますよね。もう本当に素敵ですよ。出鑑賞祭りなどで有名な丹波篠山市、11月15日からはイノシシ漁が解禁され、丹波篠山市の名物の一つ、ボタン鍋のシーズンが到来しました。ということで、今回はボタン鍋の発祥の地、丹波篠山市の魅力を紹介。絶品ボタン鍋から家族で楽しめるスポットを巡っていきます。こばゆりさん恒例のドライブ旅です。イノシシ漁が、ね、解禁されまして、丹波篠山市ボタン鍋を食べてきたと。よく私性格でね、イノシシみたいって言われます、はい、ちょっとつ申し、走りだけじゃなくて面白いことも面白くないことも気にせず、ちょっとつ申しなんで、どん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 喋ってしまうというね、気をつけなあかんとこなんですけれども、そんなねボタン鍋をいただけちゃったということでね、非常に美味しかったです。小林さん、今から VTR 振らなかったのに漫談始まるのかな。秘伝のタレで支配人すら効かされてないっていうね。あ、作り方ですか。そうなんですよ、旅館のね、はい、非常に美味しかった。はい、ちょっと紹介してくださいよ、はい、では VTR どうぞ。うわー、いい景色。もうなんか360度木々がね色づいて、うわー、もうなかなか見れない景色ですね。車もね、車高も非常に高いので、見渡す景色が最高ですよね。さあ、今回運転した車はウェイクです。車の背が高くて非常に見晴らしが良かったですね、こういった景色ドライブにも持ってこいの。はい、窓も大きいですね。大きいですよ。行ってきます。そして今回はですね、三田から出発しまして、丹波篠山市の魅力をね紹介したいと思います。さあ、本田町に入ってきましたよ。お、なんか焼き物のお店が、あ、ここもそうですね。いや、さっきもそうですけれども、うわ、ずらっと、うわー、なんか、うわー、釜がねずらーっと並んでる。うわ、こんなところがあるんですね。そう、実は丹波篠山市本田町は、明治28年に作られた丹波焼き最古の上り窯があるなど、丹波焼きで有名な地域なんですよね。本田町は私よく温泉には行くんですけれども、あ、温泉、はい、有名な温泉があるんですけど、はい、そう、焼き物がね有名なんですよ。ということで、最初にやってきたのは丹波焼き窯元山野さんです。うん、わー、はい、ずらっと丹波焼きが並んでいましたね。大きそうなね、うん、すごい。もちろんここに来た目的はですね、陶芸体験でございます。できるんですね、はい、この手回しろくろを使ってこのようにね作っていくんですけれども、簡単そうに見えて難しい。いや、これ難しい、はい、色がね3色あって選べるんですよね。ちなみにパッと私これ見て煮物を筑前に思いついたんですけれども、うんうんうん、これ筑前に入れるもの、これはお抹茶茶碗に。すみません、ちょっとごめんなさい。恥ずかしい、人生初お抹茶茶碗なんか言うたことない。そういうとこね、私間違いが小林さんらしい。まずは器のね、この土台部分、お茶碗の底の部分をね作っていくんですよね。すごいお上手ですね。だってずっと褒めてもらってました。私褒められたタイプ。で、紐状の粘土を作りまして、このお茶碗の周りをね固めていくっていう感じですね。この周りが出来上がりましたら、内側と外側の継ぎ目を指で消していきましてね、この空気が入らないようにね埋めていく感じですね。小林さんでも器用やからって、さっき上手なんちゃいます。すごい、色ができそうな気が。すごい集中してますよ。集中してますね。黙ってますよ。全然喋ってない。ちょっと慣れてきてません？はい、かなり手際よく受けてると思います。吸収早いですよ、本当に。自分で言うた。それから継ぎ目部分がですね、なくなれば中に指を入れまして外にグイッと広げていくという作業なんですけど、まあ、これは好みですよね、うんうんうん、コップだったら広げずだったり、私のように筑前入れですから、どうしても入れたい。、はい、あ、かなり広げてますね、はい、いっぱい入りそうな、うん、
そういうことで完成です。あとは乾燥や焼きの作業をしまして、だいたい45日ほどで仕上がるんですよね。まあ、大きさは焼くと8割程度に。バッチリです。バッチリですか、はい、自分へのご褒美プラス、これ2021年の目標ね、詰まってますから、うん、なりたい自分これです、ね、丸く白く、今はね白くないですけど、もう白い姿で2021年私と出会うわけですよね。焼き上がり楽しみにしています。楽しみにしててください。そう、丸く、そして腹も白く、それが2021年の私の目標でございます。目の前、笹山定石ですよ。うわー、こうやって、わー、改めて見るとね、迫力満点ですよ。続いては笹山定石のすぐ近くにあります、創業400年の歴史あるこのお宿、金又さんにお邪魔しましたよ。上だね、はい、歴史感じますね、これね。どうぞ。こちらがリビングとなっておりまして、奥は寝室になっております。なんと風情のある、ね、味わい深いお部屋ですよ。素敵なお部屋。お部屋ももちろんいいんですけれども、実はこちらのお宿はボタン鍋発祥の宿なんですよね。浸かりたい。むちゃくちゃ美味しそうですね。どうですか。いやもう、ね、最高でしょ。香ってきそう。もうね、お肉食べてくれって言ってますよ、はい、食べていいですか。そうなんですよ、先にですね、うん、お肉の方はもう少しですね煮込んでいただいた方が美味しいと思います。わ、はい、分かりました。上のお野菜からお召し上がりくださいませ、はい。そうなんです、ボタン鍋はね、お肉じゃなくてまずお野菜から食べると、から、その間にお肉も柔らかくなるみたいですね。いただきます。めっちゃいい音、咀嚼音。お野菜でもめちゃくちゃ美味しい。あのね、タレが甘辛い。そうですね、うん、はい、絶妙なバランス。これね、イノシシのお肉のため の、ね、あの味噌だれですけど、野菜だけでも十分お楽しめる。地元の野菜を、ね、この鍋に凝縮されてますから非常に美味しかったですね。でいよいよお肉でございます。そろそろいただきたいと思います。すごい大きい、めちゃくちゃ甘い。あ、そうですね、はい、噛めば噛むほどというよりもう甘みが最初からダイレクトに伝わります、はい、うん、これだけ煮込むとね、身が固くなるかなと思ったら柔らかいですし、はい、うん、臭みが一切ないっていう ね、 そうですね、この脂身の部分とね、これが非常にいいです、バランスで。牛肉の約 30% のカロリーというふうに言われておりますので、とてもヘルシーなお肉になっております。あ、最高ですよ、美味しい。さあ、これで終わりではございません。ボタン鍋の最後は残っただしで半熟卵を作ってご飯にかけます。ボタン丼、これを締めにいただきますよ。無水じゃなくてこうやって、うわ、この色、うわ、タレと合いそうやな。これ締めて最高です ね。ちなみにボタン鍋を求め、徐々に予約のお客さんも増えてきているそうなんですよ。明治初期から続く味ですので、うん、はいはい、もうたくさんの方に味わっていただけたらと思います。さあ、まあ、このイノシシはね、野山を駆け回って木の実だったり松茸だったりっていうのを食べて、松茸食べていくなってますから、それが凝縮されたボタン鍋でございました。そこは美味しいわ、美味しい。私らより全然いいもん食べてる。家族ではなく連れてきて、私を赤い旦那に言ってます。しかもサプライズでお願いします。人生31年間サプライズされたことないので、ここで画面を通して言います、連れてって。サプライズお願いしたらダメですよ。いやもうほんまそういうとこやね、私の気持ちになったとこ。ちゃんと録画しましたか、うん、いやほんましましました、これ見せない、ね、明後日が誕生日だから言うてね。そう、おめでとうございます。そういうの自分で言っちゃうところ。2021年もすぐそこですけれども、丸く白く、そしてあの品ですよ、品 ね、 ね、あの器のように、器のように、はい、ちょっと頑張ろうかなと気持ちだけは今いますよ。サプライズしてもらえたらいいですよ ね、はい、ね。でも器も出来上がりが楽しみですよね、うん、楽しみですね、ほんまに。あとこんな静かな小林さん初めて見ましたけど。そうですね、まあ、陶芸体験でも自分の唯一無二というか、世界で一個だけのものなので、うん、これ子供からね作れますし、そうか体験としては非常に面白かったですね。家族で行って家族でやることもできる、はい、できます、できます。
そう、みんなで楽しめるっていうのがいいですね、はい、個人の、ね、お客さんでももちろん行けますし、丹波篠山っていう場所がね、風情がありますから、ゆったりとした気持ち、そしてこういった美味しいものを食べるとね、そうだね、ね、ね、これはでしょ、明治からからの桂小五郎をも訪れたって、ね、はい、ホームページに書いてあります。400年ですね、すごい、だから昔からすごい有名のお宿ですけども、はい、やっぱ獅子肉はあれ油が美味しい、油がね、癖がまずないですし、ちょっとうってならないんですよね、牛肉の油と全く違う甘み、軽い感じね、 30% って言ってましたね。そうなんですよ、カロリー非常にね低くて高タンパクですからね、栄養価も高いですよ。そう、ね、いっぱい食べても良さそうですね、そうそうそう、カロリー気にせず、でね、ボタン鍋は葉野菜だけじゃなくて根菜類がかなり多くて、これは山の芋とかもたくさん入ってましてね、 あの鍋の中に、はい、山の芋ってするもんや思ってたんですけれども、丸々ねゴロッとしたのを食べたホクホク感もね、味噌と絡むと最高でね、いろんな発見がボタン鍋には詰まってましたね、お出汁もね、はい、うわ、いやいや、これはちょっとで、そうそう、今回 の、はい、ドライブ旅がこちらレイクです、そうなんですよ、でしたが、車高が高くね、広々としてる、まあ、軽自動車なんですけど、そうとは思えないぐらい、なんか軽自動車のイメージで言って、ちょっとやっぱ一回りちっちゃいような感じですけど、窓がすごい、何このパノラマ、はい、車に乗ってる感覚は本当にないぐらい、あ、いろんな景色をこうね、前からでも、もう横からでも、ね、楽しめるっていう、もうドライブには最適な車でした。ぜひぜひ、すごい今回も楽しそうな旅でした。